音大でのプロのピアニストらしかよ。すごい。柏木です。適当によろしく。小さな島の合唱部にやってきたちょっと訳ありなピアニスト。もうなんなん男子。私ピアノは弾かないから。てかなんなん柏木先生。うちらのために弾いてください。お願いします。もしかしたらユリ、悲観とじゃなくて悲見とかもしれん。私のピアノは誰も幸せにしない。何ですかこれ。15年後の自分に手紙を書くの。何が合唱か。やめれやめれ。うちお父さんに2回捨てられたと。うちが生まれてこん方が。逃げるな。私はもう逃げない。私も戦う。それぞれの思いが一つになった時、最高の歌が生まれる。笑って。唇に歌を。この感動は生涯忘れない。